ティオンビルは、フランス、グランテスト地域圏、モゼル圏のコミューン。モーゼル川に面した、コートド・モゼル地方の東の平野上にある。メスは 31km 南にある。コミューンは、モーゼル川沿いに、エタンジュ・グランド、マノム、バスアム、およびカットノンに囲まれた飛び地を要している。これは、1970年に、ティオンビルトが合併した、旧コミューン。 ギャル種と欠陥に対応する部分である。ティオンビルの人口は産業革命期に増加したが、1970年代の経済停滞で人口が減少した。1990年代に郊外西部の人口密集地、エアンジュ周囲で減少したものの、郊外東部のエタグランドで増加に転じた。人口密集地は今も人口流出が続くが、減少は停滞に向かっている。 ティオンビルはルクセンブルクに近接しているため、町の人口と生活水準はどちらも1990年代終わりから上昇した。中世初期、ティオンビル周辺にはゲルマン系のアラマンニ人が定住した。ティオンビルの協会会議は835年2月2日に開催された。会議はフランクオール一世を福井させ、彼のかつての有罪とされた判決を翻した。 彼が実際に罪を犯したとは誰も求断せず、ランス大司教越ポを罷免した。教会会議は43人の司教で構成されていた。835年2月28日、マインツで越ポあるいが告発されていた。そのために神聖ローマ皇帝の地位を追われた原因となった罪を犯していなかったと承認した。ルンド大司教、エスキルは、 ローマへの巡礼を行った1153年、帰国の途上にティオンビルで遊兵された。ブルゴーニュ公国に属していたティオンビルは、公女マリード・ブルゴーニュの結婚によって、オーストリアのハプスブルク家領となった。1639年6月のティオンビル包囲戦は、30年戦争の一部として起きた。1659年のピレネー条約によって、ティオンビルは、 フランスへ活上された。作家フランソワルネド・シャトーブリアンは、王統派に加わり、1792年に、ティオンビルに対して、コンデコーが率いた軍事遠征の最中、重傷を負って、後に亡命した。1870年から1918年、ティオンビルは、ドイツ帝国の一部となり、リーデンホーフェンと呼ばれていた。ありがとうございます。